はい、ループ86ですね。ユリコがそんなことを。グノーシア汚染者が出現するのはアリザのため？わからないな。ユリコは何を？うん、それはともかくグノースの正体がわかったのは収穫だよ。電脳化した人間の集合体か、あるいは汚染を未然に防ぐことができれば。いや、何にしろまだ情報不足かな。あ、そういえばアリザは鍵のことを知っているアリザなの？もうラキオとは話した？ラキオ？なぜいきなりラキオが出てくるのか説に聞いた。うん、ラキオと話をすればわかるはずなんだ、この鍵のことが。うん、それは知ってる。うん、鍵は知ってる。未来のアリザが私に教えてくれたんだ、この銀の鍵について。まずラキオと接触してみて。ラキオは 人の話を聞かないから、なかなか話が進まないかもしれないけれど、それはアリザがいずれなすべきことのはずだから、覚えておいて、ラキオと鍵の話をすることを。ついでだし情報交換しておこうか。うん、今回の説は上院です。僕はグノーシアです。ってことを、ん？ってことを説は知ってるわけだな。もう不利じゃん。上院15人、グノーシア4人、エンジニア、ドクター、守護天使がいる状態で、留守番、 AC 主義者、バグがいない。で、アリザはまあグノーシアですね。アリザ、SQ、ラキオ、ククルシカがグノーシア。説は上院ってことですね。名乗り出ろ。あ、そうか、留守番いないんだ。そしたらどうしようかな。失礼。名乗り出ろ。エンジニア。うん、ラキオが嘘ついた。コメットは本物ってことだね。はい。様子を見。コメント。お、同調する。うん。ここでコメント釣れたら楽だね。うん。説。ま、ここはいいや。黙っとこう。コメント。うん、同調しようかな。うん。え、じゃコメント釣れるんじゃないこれ。そしたらすげえ楽だぜ。え、ちょっと待って、アリダに入れたん誰？アリダに入れたん誰？セツか。あ、まあそれ入れるわな。はい。どうしようかな。セツ釣っちゃったら楽かもしんねえけど。コメットいけそうだね。よし、込めていこう。セツはとりあえず放置してもいいかな。なんなら疑われてたから次釣れるかもしれない。うん、レベルアップ。どうしようかな。ロジック、あ、絶対に敵だ、絶対に人間だから使えるようになりました。あ、これはどういうやつだっけ。おい、その人は敵じゃないぞ。論理的に考えて、その人には絶対人間なんだ、攻撃するなと言った時に使えます。言ってもらった人はほぼ疑われなくなるので感謝もされます。結構目立つ上に間違えるとみんなから白い目で見られます。うんうん、嘘をついてることが確定した人物や論理的に破綻した人物に対して犯人は君だと指摘します。ロジックが高い場合、相手の役割までバッチリ指摘できます。言われた人はほぼアウトになる。一撃攻撃だから目立ちます。ちなみに間違えると嫌われるのに自信がないならやめましょう。だそうです。あ、うん、SQ プレゼンツ。うん、ジーナね、まあいいか。特になんか誰っていうのもないし、いいか。うん、そうだよ。ホックを求める。うん、ありがとう。ラキオ、ありがとう。うん、ステラ。あ、なんか重道がステラを疑った。ちょっと寂しいじゃない。あ、ドクター、
あ、ゆり子ね。じゃあ本物だろうね。ラキオ怪しくねえだろうが。節か、節ちゃう？節しちゃうか。うん。あ、なるほど。そのためにジナ消したのか。よし、じゃあ節はちょっと悪いけど行ってくれ。じゃあな。あれ、ちょっと待って、今アリザに誰入れた？2票目チックショー見てなかったな。投票結果見れるっけこれ。投票結果、アリザに入れたのはユリコ。あー、ユリコ食っちゃおっかな。守護天使いたっけ？いるね。レムナン。あ、アリザさん。レムナンが普段にも増して怯えた様子だが、やれやれ、戦国からこの調子だよ。グノーシアごとき恐れるまでもないだろう。違うんです、僕はその怖いんです、あの人のことが。え、誰？あー、ユリコ SQ、 どっちだろうね。あー、ユリコかな。ああ、この僕ですらユリコは少々来るからね。そうなんだ。今日ユリコ少々来るんだ。いや、僕が怖いのは SQ さんです。あ、そっちか。理解できないな。SQ ならばむしろ君に好意的じゃない？それが逆に怖いんです。SQ さんは昔の知り合いに感じが似ていて、その人を思い出すのでできれば関わりたくないんです。知り合いね。思い出したくもないほどタチの悪いやつだったのかい？最悪でした。この世の悪そのものみたいな。興味深いな。そこまで言われると会ってみたくなるね。俺も。うん、そうだね。そんなに気になるなら僕が SQ を潰してあげてもいいんだけど。いえ、そこまでは。僕が勝手に SQ さんを気にしてるだけですから。ええ、本当にただの気のせいですから。アリザ。レムナーは虚勢を張っていたけど、うん。やはり SQ は冷凍睡眠させよう。そもそも SQ なんていらないしね。ああ、言うまでもないことだけど、SQ 潰しには君も参加してもらうからね。SQ、グノシアやん。そうだ。どうだろう。ユリコ食っちまうか。あ、食えた。ユリコを狙ってきたか。まあ、そりゃそうでしょ。だって。様子を見る。うん。重道がグノーシア。ほう。行ったね。え？なんで？なんで？なんでそれ確定しちゃったの？コメット。かばっても意味ないもんね。レムナン。レムナンね。あ？ふざけんな。あー、みんないい人。みんないい人だね。え、これもうラッキーを釣られちゃうかな。レムナンいけない？ダメかー。ふん。ラッキーを釣られちゃったらもう話にならねえな。この回はもうカットでいいのかな？ジョナスかな。よし。よし、勝った。勝ちましたね。うん。お、なんだい？じゃあ人間消しちゃう前にちょっと遊んじゃおっかな。えへ。こわ、顔こわ。なんかさ、グノーシアの時のみんなの顔もうちょっとさ、ちゃんとしっかりこう立ち絵の時に出してほしいな。ちょっと、ね、面白いよね。
ラキオが死んでしまったんでね、釣られてしまったんで、まあ、ちょっとイベントが進まなくなっちゃったんでね、もう一回同じので行こうかな。はいはい、ループ87ですね。まあ設定は同じで、有田重道シピラキオですね。グノシアはね、名乗り出ろエンジニア、ジョナスか、様子を見る。ラキオ、ラキオは怪しくねえよ。おお、ユリコはね、手出さない方がいいよ。なんでユリコに弁護する。あー、どうしよう、いきなりラキオが疑われてしまったね。どうしようか、まあ、ユリコとかに入れとこうか。お前ふざけんなよ、お前が言っちゃったら話になんないんだよこれ。なんだ、ありだ、せつが猫好きだってよ、やったなおいそういうイベントびっくりしちゃったじゃん。シピのあんな顔初めて見たわ。おめでとう、それはよかったねと答えた。ありがとうよ、これでせつも俺の仲間だなあ。いや、私はその猫は可愛いよねって言っただけで、実際シピの猫好きは異常だよな。その異常性はどこから来たんだ。そうだな、俺ガキの頃はずっと近所の野良猫たちと遊んでたんだ。人間よりよっぽど猫のが身近でさ、正直自分はなんで猫じゃねえんだろうって思ってたよ。あ、もしかしてあれか、猫の星あるだろう、シピはそこの出身とかか。いや、俺は普通のとこで生まれたよ。だいたいその猫の星ってのは住んでる人間が猫耳つけてるだけとかいう話じゃなかったか。惑星タラの猫、猫人だね。自分たちの遺伝子を改変して瞳と耳の形状を変化させたと聞くけど、俺はそういうのは好かんな。ご先祖からもらった体大事にせんといかんだろう。お前が言うな。だったら重道の姿はどういうことだと突っ込んだ。俺はしょうがないんよ。昔事故に巻き込まれてな、これ全部人工皮膚なんだぜ。そうなんだ。そうなのか。でもなぜそんな特徴的な姿に。俺宇宙大好き少年だったからさ、事故の時親父がせっかくだからってことで特殊な人工皮膚作ってくれたんよ。かっこいいだろな、へへ、災い転じて福となすってな。まあ人それぞれ事情があるってことだね。雑なまとめ方だなおい。あ、ね、更新されましたけども、じゃあ獲物はどうしましょうかね。仲の悪い人、ユリコ食っちゃおう。でもはい、カットしようと思ったけど、シピのイベントが出ちゃったんでね、まあやりますけども。はい、勝ちましたねギリギリの戦いだったこれ、本当に。もう毎日順当にラキオ、重道、シピと順番に連れられてて、もうあ、これ負けたなって思ってたんですけど、なんかうまいことね、釣られるのを回避しましてね、勝ちましたけども、まあ、ラキオのイベントね、見れてないんで、もう一回同じパターンでね、やろうかなとは思ってますね。はい。じゃあとりあえず、今回は一旦この辺でいいかな。はい。じゃあご視聴ありがとうございました。次回もお願いします。同じパターンでやるよ。